大トネ飛行場付近の空中写真、利根川の河川敷にある。大トネ飛行場は、茨城県稲敷郡河内町の利根川河川敷にある飛行場。空港法の分類では、場外離着陸場。一般社団法人日本飛行連盟が運営している飛行場で、主にグライダーの離着陸、軽飛行機操縦訓練、教習のために使用されており、定期便の就航はない。 利根川の河川敷に河川敷地専用許可を受けて立地している。1964年にグライダー練習を主目的に開設された。同飛工場に向かう場合は、ゴルフ場、日ソカントリークラブ敷地内を横切る道路を利用する。河川敷にあるため、利根川が氾濫した時に滑走路が水没することがある。1926年10月、千葉県銚子市、大橋町に、 水上機用飛行場として、同米の大根飛行場が開設されている。利根川を利用し、銚子沢原間や水橋地帯などへの遊覧飛行も行っていた。なお、同飛行場は、1934年3月に閉鎖された。ご案内 AB 茨城県、大根飛行場国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、千葉。 調子の空の歴史掘り起こす木星プロペラから。朝日新聞デジタル。http コロンスラッシュスラッシュ www. .com スラッシュスペシャルスラッシュ wrightbroters スラッシュ tky200401200247 html2020 年10月8日閲覧。ありがとうございます。